読ませていただきたいなと思うんですけども、オッパマザルさん、お金どうぞ。見上げ返します。ありがとうございます。デイビースカートの作、キャプチャーをホリダーするってことですか？はい。そうです。見上げ返します。はい。実行するとか、何かをするとかっていうのに、ホリダーって、使わないでください。木本さん、今、魔人の食とか出てた、エビの醤油漬け、エビの醤油漬け作って食べてるよ。めちゃくちゃ美味しかった。次の動画のために。ありがとうございます。800円感謝します。雪だるさん、下ネタ名言集です。別に見なくていいんですけど、布団ちゃん的に下ネタは、名言は何ですか？下ネタ名言。まあ、YouTuber で、ね、ちょっとね、まあ、それは、ちょっと控え稽古でいきましょう。200円感謝します。シミだらけのいただきます。今日買い物行ったらいろんなものが値上がりしました。ここ数年値上げなのはすごいですね。でも僕の価値はここ数年上がりません。なんだでしょうか？ 1200円。感謝します。それは、お前の価値は上がっていても、お前のその耳に聞きと、あれだろ、入ってないからだろ。いや、お前は上がってるよ。お前の価値は。何歳か知らねえけど、知恵をつけて、能力もね、去年、2年前と比べて変わってるだろ。例えば、おにぎりが握れるようになったとかさ、納豆を混ぜれるようになったとか、それも一つの能力の獲得なんだ。できないことができるようになってるはずだ、お前は。ね？そうでしょ？例えばですよ、低レベルにしたのは例えばの話ですけども、きっと1年経ったら何かできるようになってるはずなんだよ、人間っていうのは。つまり、そこをお前が世の中にどんどんアウトプットして気づいてもらう作業をしてからだ。次です。たまうらかゆいさん。ホラゲのチラズアートの新作出たぜ。多分これが地獄セントだね。にやける感じします。たくまり、くまりもさん、布団長こんばんは。私は現役の公安公務員です。先日、布団長のジャッジャーズ配信で、右折事故関連のご意見を見て悲しくなりました。公務員が不甲斐なくて申し訳ありません。ただ、公務員も人なので許してください。にやける感じします。でもね、多分ね、全然あれだけど、ただ公務員も人なので許してくださいってなると、ちょっとまた、なんか、え？ってなりそうなところもあるんだけど、うん。ね。どうしてもさ、できないこととか失敗してしまうことって、フォーカス浴びちゃいますよね。だけど、公務員のね、方たちができてることとかにもやっぱ目を向けるべきだなってやっぱ思いますよ。うん。そのおかげで、俺たちの生活が、暮らしやすくなってるところもきっとあると思いますんでね。はい。ただどうしてもね、いい思い出は残らず、悪い思い出ばっかりがフォーカス当たってしまって、お気の毒に思いますが、これからもよろしくお願いします。はい。ゼゾラさん、ネトゲで知り合った中国人が現地のプロ料理人で、日本家庭で作れるおすすめ中華を訪ねたところ、ダーパンチ。鶏肉と豆板醤で作る中華風肉じゃが。へえ、うまそう。肉じゃがだけでも美味しいのに、中華風肉じゃがって聞いたら、ダーパンチ。美味しそう。すごくね？これがダーパンチだ。唐辛子入ってんのいいなぁ。へぇ、これは知らなかったわ。ほんと次？ 10 月やろうかな。ちょっと。ここにある食材全部あるからな。あ、食材っていうか調味料は。あの三種も持ってるし、豆板醤もあるし、あ、なんだっけこれ。え、これラー油？あ、違うな。これ、なんて読むんだっけこれ。これちょっとわかんねえわ。八角ってなんだ、スターアニスだな。八角って星型の。ん？八角？あ、そうだよね。うん。へぇ、ラオ油か。ラオシャンロンのラオだな。台湾ラーメンとか食べるとあるやつだな。そしたら次ですね。ありがとうございます。作りたいわ。松本空香さん。まちゃおこんばんは。人生初投げ銭だよ。セブンの豚ラーメンと冷食の蒙古タンメンの仲間とは超美味しいよ。食べたことあったらごめんね。辛いもの好きのまちゃおにおすすめだよ。言われる。感謝します。ありがとうございます。嬉しい。マイクロモグラ DX さんね。200円感謝します。タウミエルさん。猫のゲームやりなさい。200円。感謝します。検討します。ありがとうございます。太郎さん、最近メイドインアビス何見たんだけど、クソ泣いちまったんだよ。布団ちゃん見たか。最終回だけ見てないんですよね。1時間枠のやつ。うん。それまでは全部見たし、あと最新刊の、最新刊というか、まあ、今やってるやつもタイムリーには追ってます。結構今の生きがいのアニメの、漫画のうちの一つですね。うん。
壁通りさん、ふとんちゃんこんばんは。北に達也というアーティストをご存知ですか？とてもいいので、よかったら聞いてみて。確かに北に達也さんだと思ったんだけど、俺いいでしたと思うんだけど、俺の T シャツ持ってたんですよね。そう。ありがたいと思って、感謝します。本当に。ありがとうございます。セレッソさん、まっちゃん、ダチョウの学力テストめちゃめちゃ面白かったよ。ただ回答を振り返るなら、直撮りじゃなくてファイルに取り込むぐらいの手間は惜しまないで欲しかったように上げる。感じます。すいませんでした。申し訳ないです。ただまあ、難しいのが、逆にさ、ダチョウ一週間前に家に答案用紙が届きました。で、みんな書きます。そしたらどうしてよかったのかな？どうしたらよかったんだろう。別にさあ、拡大してるから別に大丈夫なんじゃないかな。どうなんだろう。うん。PDF で送れ。同じじゃない ？PDF で送るのも同じじゃないかな。多分。スキャン、俺がスキャンしてデータで送ればいいんだ。あ、なるほどね。あ、なるほどなるほど。スキャンして PDF 化すればいいんだ。あの手のやるなら、事前に問題と回答の PDF かなんか配布してほしい。ああ、まあ、きっとね、スタッフの方も、見てるから、次に活かしてくれるんじゃないでしょうか。ありがとうございます。見学会行こうさん。今日の凱旋門賞は、わかんない。重馬場で前年見たくドイツの馬が有利で勝つ、イン有利で前年覇者でに前走で勝ったメンドシーノがマジで吉、回目は単勝で10番がいいぞ言われる感じます。重馬場ってどういう意味なの？勝ちレースってこと？ちょっとわかんないけどな、うん、セルティさん、競馬で久々に勝ったから押すわけです。にやける感じます。ありがとうございます。なんなんさん、ふとんちゃんこんばんは。オナホを使ってみたいんですが、射精障害になるのが心配なんですが、大丈夫と思いますか？ちなみにめちゃくちゃ、多分これ早漏です、ですね。また初心者におすすめのオナホ教えてください。200感じます。もう天下でいいんじゃないですかね、最初は。全然天下でいいと思いますよ。で、ちょっとローション温めた状態にして、うん。十分いいんじゃないですかね。それでまずやってみてください。うん。靴ずれ、足が血まみれさん。昼や深夜にダラダラやるのがおすすめです。次のゲーム選びの参考にしてください。誘拐されたヒロインを探しに世界各国で旅するゲーム。ちょっと見てみたいな。なんてやつだ？ま、スーパーマリオオデッセイでいいじゃねえかよ。なんでそのまどろっこしいこと書いたんだ、今。誘拐されたヒロインを探しに世界各国を旅するけど、間違ってねえわ。確かに間違ってねえわ。わかりました。検討します。サハランさん、よろしくお願いします。まあ、アクションも久々にやりたいよね。アクションも最近全然やってねえからな。上山さん、布団ジャドラップの新作でしたぞ。シャレ込んでて。マジで？ちょっと見てみてえわ。久々だな。
ライカビ当て返せガンダリ松のフルーツ2022メガラバ岩淵でさ、もしもコースなら死ぬもの言わずに死ぬほど飲み放題、2、3、2第3弦でそれレイレイ呼ぶ声反応するワル好きにしてくれと願うワル4000円の呪い身につけたたりかカゴかの問い引き連れ緊急メンテバッシュ修理代車の故障高い熱発ドンちゃんドンちゃんまたワキがワキが機種がカゴ満月ドンちゃんドンちゃんすごいなまたワキがワキが機種がカゴ満月相席ラウンジをちゃんとの共闘完全勝利で乾杯アムウェイウォーター案外判断簡単だんだん憤慨うんざり方向漂う逃避と脇下黙祷意味なし放棄阻害者食卓も出版減らねえ込み望みはゴーストライト DJ シゲの解説タカタケイシのトラップダソク兄貴のレモン最低なコメント無視公爵バトルすごいわ。これ映像これどうやってやってんだろうな。これ多分なんか撮ったやつをなんかあれかな、なんかインプットして出力してなんか加工できるやつがあるのかな、もしかしたら。すごいね。ありがとうございました。 Thank you so much。 高い剣士、間違えた、俺があれだわ、あれだわ、いい加減統一みたいなやつだわ。高い健康志向さん、あ、俺が今完全あれだな、俺もやられてんだな、もう多分な。芸術の秋、スポーツの秋、化石の秋、俺は今日も一人で掘ってたよ、すんげえ量の化石が掘れておもろったわ、俺も一緒に掘るべ、待ってるよ、見上げる、感謝します。ジョリーンさん、テスト勉強頑張るからとびっきのエールを私にください、見上げる、感謝します。いつお前にテストがね、いつか俺にはわからないけれども、そう、このテストでうまくいこうがうまくいかないが頑張ったっていうお前の歴史は変わらない。そしてその結果をもとに次もまたさらなる高みを目指すことを俺は祈ってるぜ。黙祷、あ、黙祷しちゃダメ、祈りすいません失礼しました、黙祷じゃないこれは、祝福、間違えた、祝福、祈祷、はい。マシン1号さん、こんにちは、にやける、感謝します。スターコメントさん、1ヶ月100円で加入できる PC ゲームパスで、竜河徳シリーズビルドズ、前にやりたいと思ってた、オリットフライトシミュレーターができるので、加入してみたいかがでしょうか。知らねえ。これ、スチームなのかな、それで、1ヶ月100円でできるんだ。でも、まあ、高画質でやった方がいいから、この辺はまあいいだろう。にやける、感謝します。高沢高尾チャンネルさん、小学生ぶりに床屋に行ったら格がにされたぞ、でもおばあちゃん優しかったからよかったよ。よだれさん、布団ちゃんの好きな髪型は卵最終章の配信の時です。覚えてないな、どんな髪型だった、俺もう安定してねえからな、乾かしたらもう髪型が変わるんだよ俺毎回。マニアさん、マニアはマックとモームスの曲有名だけど面白いから見てみて、にやける感じます。ちょっと曲はねやめよう。ファ、ハイ、エクさん。ファ、ハイ、エクさん。お疲れ様です。先月、200回感謝します。なんだったの？気になるな、これ。エマヌエーレ、しじみさん。おととしぐらいのエイペックスの大会を加藤さんの代わりに出てもらったと思うけど、その現時何だったの？まだ言えなかったり忘れてたら、20のマヤ&アヤカの ASMR の感想でも教えてくれ。にあげる。感謝します。先月？あ、おととし。おととしぐらいです。はい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 。え？多分、まず情報が間違ってんのが、純に代わりに出てもらったやつなんて多分ないぜ。多分、レイジデーなんて多分ね、これね。多分、何度も言ってるぜ、そしてこの原因は。
ハイタワー三世さん、明日入社式だよ。人生最初で最後の投げ銭ってやつは、投げ銭を、投げ銭バージンかな、これ。布団じゃいさせば匂いかける。返します。何度も言ってるし、代わりはコウスケだぞ。いや、コウスケさんでも、あれ？あれ、どうだったっけな？違うと思うよ。うん、それも違うと思う。まあいいや、悩め。うん、その情報は特に、俺が出れなかった理由は言ったし、で、その代わりが誰がとかまでは別に不必要だわ。その人たちに別にやるだろう。別にやる必要ないだろう。死ね。おじゃきさん、マチャオわしにも11月にキングヌーのライブで東京ドームに行くよ。マチャオも20のツアー、楽しんできてね、800円。返します。中村さん、お疲れ様です。私は以前大人のお風呂で、お土産をもらい半年ほど病院に通院しました。エロスの伝道師フトンちゃんは何か大人のお店で失敗したことありますか？400L かもしれます。あー、大人のお店での失敗、大人のお店の失敗、いやだから俺前も言ったけどさ、あれじゃねえかな、やっぱりなんだっけな、さ、としみつ本物みたいな、流れの、そう、うん、そう、あれが結構怖い業界だなと思って、うん、携帯ポチポチっつって、で最後に出ていくときにごめんね何もできなくてみたいな感じで、うわすげえこういう世界もあるんだなと思って、うん、そう。そんなね、失敗というか、面白い経験ができたなと思って。うん、子供生まれました。紀藤澄さん。布団中配信お疲れ様でした。キムタクがごとく神ゲーでしたね。キムタク主演のギフトってドラマがおすすめです。また私事ですが、ご祈祷のおかげで元気な女の子が生まれました。ありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。ぜひ、今後、何かになる子でしょう。はい。何かにきっとなる子なんで。何かに興味を持ち、はい、時にはね失敗もすることもあったりもすると思いますけども、すくすくと成長していくことを祈っております。おめでとうございました。 PK 男さん、季節の変わり目だから風邪ひくなよ。言われる。みんなもね風邪ひかないでください。コーカサス大カブトさん、マチュアのダルンダルンの包皮を輪切りにした後カリカリに揚げてポテコにして食べてみたいな。にやげる感謝します。ありがとうございます。パンパンさんにやげる感謝します。カエルじゃないよ、カエルだよ。布団ちゃんいつも楽しい配信ありがとうございます。再来週の土曜日に女の子と2人で水族館に行くんだけど、水族館でデートすることで、こんなことをすべしというところを教えてほしいです。俺が？お前に？水族館で？女の子と？イチャイチするための？何かを？いや、俺ね、水族館ね、まあね、1、2回ぐらいしか行ったことないから、まあ、わかんないんだけど、どこかにもいるんだけど、あそこいいよね。池袋サンシャイン。あそこさ、水族館だけじゃなくて、プラネタリウムもあるから、水族館で結構こう、歩き疲れた後に、プラネタリウムでちょっとこうやって横になりながら、休憩しながら星を見るとかっていうのもあれ、オツよね。あれね。うん。で、周りにも飯食うとこいっぱいあるしさ。まあでもそういう場所じゃない、水族館オンリーのとこもあるかもしんないから。まあやっぱりね、俺のね、個人的な意見なんだけど、女の子はクラゲ好きな人多いわ。ぼーっとクラゲ見れる人多い。うん。なんかクラゲ見てるだけでいいね、みたいなの、時間あるから。うん。クラゲチャンス多分来るから、クラゲのとこでちょっと思い出してくれ。よし、クラゲチャンスだっつって。うん、クラゲクリオネチャンス。うん、スイさん、初です。ホークス戦でストレス溜まってるんで、間違いでストレス発散する。間違いもぜひ CS では、ソフトバンクホークスの応援をよろしくお願いします。CS って何？俺、野球がよくわかんない。CS ってなんだ？ファスティップリーグとか。あ、クライマックスリーグか。あ、なるほど。クライマックスリーグ、わかりました。ソフトバンクホークス、頑張ってください。はい。頑張ってください。スーパーハカーさん、金曜日うつ病の診断書を受理されて、10月からしばらく休職することになったので、終えてないアーカイブを見て過ごそうかなと思ってます。横浜市青葉区で、割と簡単にうつ病の診断してくれるクリニックがあるので、知りたい人はぜひ、なんかこれじゃねえか、これ。なんか、最後のなんか、変なことになるぞ、これ。割と、なんか、結構簡単に診断してくれるから、診断書書いてもらえるから、ぜひ、みたいな感じの。
はいはいはい。感じます。J. ギバラさん、無職半年記念、演説ください。見上げる感じます。無職半年記念。ああ、演説ください。どういうこと？勝つくださいみたいな感じか？ああ。なるほどな。無職の中でできることもきっと俺はあると思うんだよ。俺だからそれで一つ俺は料理って俺いいと思うんだよな。なんか無職別に俺無理して働くていい、働くてもいいと思うんだよ別に。本当にね。自分を大事にしろタイプなんで、おめえがどういう状況で無職半年しか分かんないけども、自分のために時間を使って自分のために何か能力向上するようなことをしなさい。うん。あとは、死にやしねえから、別に。うん。死にやしねえから、まあ、あれだよ。まあ、なんだ。就労支援からでもいいから始めろ。うん、能力、なんか就労開発しながら金もらえるやつあるから、あれで。なんだっけ、ハローワークで。聖帝カウパーさん、頑張れ。400円返します。赤べこ1208さん。外れず、最後のトンちゃんの料理動画を参考にいろいろします。そこでトンちゃんがおすすめする秋鮭の食べ方があれば教えていただけると幸いです。これからも健康にご留意し、ますますお元気でおかずしてください。まあ、秋鮭って、まあ俺実はちょっと動画にしようと、いろいろ、ね、作って、撮ってあるんだけど、まあ言っちゃうとね、秋鮭ってさ、そのまま塩焼きで食ってもさ、そんなにね、まあ美味しいか美味しくないかっていうと、油乗ってないんですよね。秋鮭って、そもそも。産み終わった後の鮭だから。だから、結構みんなちゃんちゃん焼きにしたりとか、ムニエルにしたりとか、こう、他の調味料を使って食べることが多いから、まあ、できたらそういうね、なんか、油分を付与するような形でやった方がいいんじゃないかなって、思います。塩子さん、布団ちゃん、今日から一人暮らしなんだ。米炊く時、芯の頃から嫌やから、水多めにしたらべちゃべちゃになったわ。いつも美味しい飯作った母ちゃんに感謝やな、200円。まあ、大体 1.2 倍ぐらいですよ。だから、米1合やるカップあるじゃん。で、あれに米で入れたら、それと同じ量の水を入れて、さらにその 20% 入れてやれば大丈夫です。はい。1.2 倍って覚えてください。1.1 から 1.2 倍ぐらい。ところで、キムタクのサブクエもやのか。まっちゃん、今だけチキンカツ定食500円だから松の家行ってきたと。食いながら思ったよ。松に鳥なんて、ダチョウ舞踏みたいだなって。プンで一番人気番組だし、松もダーソクも料理できるし、飲食店とコラボとかしてほしいなにあげる感じます。ありがとうございます。なんかうめえこと言ったなみたいな感じがあんだろうな、きっとな。ひよこさん、布団ちゃん、キーボードの R と G を見て。見ましたよ。ん？はい。いや、俺のね、光ってねえから、ひらがな書いてないんだよ、俺のキーボード。ロジクルのやつ。R と G しか書いてないよ。書いてないっすね、うん。RG だから、なんでリアルゲイなのかなと思ったんだけど、まあまあ、次行きましょう。ガゼーラさん、太ちょこばば、最近僕がトロコンハマったシフというカンフー版赤炉みたいなのが良かったんで、暇な時検討してください。400円返します。ありがとうございます。くたまろさん、ふとんちゃんの影響でペルソナ4初めてクリアして、お、早くねクリアすんの。70時間ぐらいかかるんですね、ペルソナ4って。コミュとかも結構やったらもっとかかると思うわ。おめでとうございます。くたまろさん、さっき途中で送っちゃった。良いゲーム教えてくれてありがとう、200回感謝します。オーロラモロさん、ふとんちゃん最近気づいたんだけど、ふとんちゃん本気で爆笑すると歯茎がぬちってむき出しちゃってすげえ可愛いな。でもその時、お嬢様みたく口元で手を隠しちゃう。あれって癖なのかわかんねえ。俺、こうやって笑っちゃうんだよね。だから昔、歯が腐ってたから、笑うときこうなっちゃうのよ。で、それは多分、今も、勝手に発動しちゃうわ。うん、昔の癖が残っちゃってるわ。うん、ねえ。繁盛の、カラオケの時にも、なんか歯茎があってみんな言ってたわ。うん、まっちゃんはシングルフィンガーだけど、繁盛はツーフィンガーだなとか言って、歯茎が出てるところを、指で測ってるやつがいたわ。まあ、そんなことがありました。首藤さん、久々に脳死ドナー摘出を見たんですが、心、腎、肝、肺、癌が取られていました。自分は癌以外に OK しますが、布団ちゃんは周りの人にそういったことだったら目は OK しますか？目を求める人もいるので、迷います。はー、なるほどね。まあ、個人的に、俺ちょっとドナー登録実は俺してないんですけど、もしするとしたら、まあ別にいいかなって思うな。だって死んだ後のことなんて全くわかんねえからな。うん。個人的にはね、別に。うん。
いいかなって思ってます。村さん、僕はごっくん AV が好きなんですが、すぼめたいやらしい口なのが、すぼめたいやらしい口が好きなのか、ほにゃららが好きなのか分かんなくなってます。助けてください。おすすめは、百瀬明日香見上げる感じます。まあ、分からないっていうのが分かってるので、十分いい。そう、つまりどっちもね、まあこう興味はあるんだよ。全く興味がなかったらね、すぼめたいやらしい口に全振りするじゃないですか。だけどこっちも興味がある、全く無関心ではないってことが今ある、そのいわゆる発展的にはまだこれからも発展していくと思う状態だっていうのが分かっていい、見上げる感じします。ありがとうございます。ということでね、じゃあ明日地獄戦闘ちょっとね、部屋真っ暗にしてやっていきたいなと思うんで、まあ、酒でもね、買ってきて、茶割りでも飲みながらやる部屋。風邪ひかないでね。この後、歯も磨けよ。風呂入ってから寝たら得するぞ。な、明日の朝でいっかってやると大体めんどくさいぞ。うん。朝飯食えるぞ、今のうちに風呂入ったら。ということで、またどこかでお会いしましょう。おやすみなさい。